ただいまよりオリックスキャンプイン歓迎セレモニーを行います。おはようございます。おはようございます。岡田監督、そして、鈴木選手会長、そしてオリックスの選手団の皆さん、プロ野球選手のプレーを間近で見るのはとても勉強になります。オリックスの選手の皆さん、宮古島でいっぱい練習してリーグ優勝、日本一になってください。僕たちも応援しています。2010年は、本当、首脳陣、選手、もうとにかく、優勝しかないと、優勝に向かって、2012年また、この2月1日、宮古島で、スタートをさせてもらうのは本当にありがたく思っています。1軍とも優勝に向かっての、スタートの、場所となります。短い期間ですけど、よろしくお願いします。全員で頑張って優勝いう、一文字を秋に、報告したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。リーグ制覇、日本一へ向けて頑張ろう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 。